タメン、まずは山形です。前の試合から6人メンバーを入れ替えました。キーパービクトル、ディフェンス右から山田拓実、山崎、野田、吉田、ダブルボランチに藤田と南、右サイド中原、左サイド川山、トップ下が山田浩太、ワントップにビニシウス・アラウージョ、新加入マルティノスが初のベンチ入りです。続いてアウェー京都です。前の試合と同じメンバーです。キーパー若原、フォーバック右から飯田、ヨルディバイス、浅田、荻原、中盤福岡、川崎、松田、前線3トップ、宮吉、荒木、ピーター・ウタカです。さあビニシウスが上げていくハイプレス、なんとか蹴ったというような形でした。山形ボールです。まあ、開始直後っていうのもあってちょっとラフなボールで前線にっていう感じではありますけど、はい、今のプレスのかけ方なんか見ると山形おっとスリッピーなグラウンドピッチ、ここ京都ボールになります。見てました。歌につけて流します。荒木、このパス、ここスルーでもよかったですよね。なので若干こう6番の山田拓実、まあ、今日もこの南選手が、はい、チームのへそ、おへそあたりにポジションを取ってボールを、ね、吉田持ち上がるぞ、中に入れてビニシウス、ビニシウス、若原が弾きました。南、山田浩太、ここに寄せていきます。京都、山田浩太がかわした、入れてくる、ビニシウス、ビニシ切り返してビニシウス、おっとヨルディバイス、よく入ってましたね今ね、はい、ピンポイントで防ぎました。急がずにしっかりと相手の逆を取って、はい、まあ、ここまず入れ替わったところ でこういうシーンになれば山形がクロス入れてくるんでね、はい、早速バイス選手ビッグプレー出たんじゃないですかね、はい、これね。荒木、どうぞ、山田ここ結構押し込まれてますよ。クロス入れてシュートだ、いや荒木のシュート、このシーンは山形だいぶボックス内深くまで、ね、押し込まれたというか押し下げられましたね。ヨルディバイス、ここから宇高への一本という選択肢もあります。京都ふわっと浮かせて宮吉ヒールでフリック、入れ替わった山田浩太、山形多いぞ、5対2、山田浩太、若原のパンチング、そうだね、今複数の選択肢がある中で、はい、おっと宇高へのボール、あーっとビクトルかわされた、シュート、山崎が防いで、これは宮吉のゴール、京都先制、宮吉今シーズン7得点目。まずこの長いボールですね、飯田選手からの、はい、ここで野田、ビクトル両方ともボールをプレーできなかったと、まあ、山崎選手がなんとか一回戻ったんですけど、この落としどころがちょっと悪かったですね、はい、荻原、武田翔平、松田、武田翔平、あとこの荻原選手、ね、守備面だけじゃなくて、はい、このエリアでも何か違いを見せてほしいですよね。宇高へのボールだ、松田から宮吉、宇高、やっぱこのシュートに持っていくまでと、宮吉が抜け出すか、三沢、おお、決まった、三沢のゴール、2対0、今シーズン4ゴール目です。 まずここのサイドの細かいところの4人での崩し、野田のももに当たってますかね、当たってますかね、そうですね、
183cm になります。マルティノス、飯田選手がついたから。ファーサイド、おお、野田のシュートは惜しくも上、タイミングバッチリでしたね、はい、中原から林田、マルティノスに渡して、マルティノス、マルティノス、クロス、ここにいるぞ吉田、南、うん、何人間にいるかですよね、はい、京都の選手、うん、キーパー含め宇高選手のみ残っているような状況で、はい、ボールサイドにスライドする、中締める、みんなシュートブロックの準備、南、吉田、三沢のディフェンスが効きます。ただ即時奪回、南、山田拓実、右サイド、マルティノスへ、クロス入れてきた、まだあるぞ、シュートだ、コーナーキックになります。さあ、ただ目安4分は回って、ここで試合終了。京都アウェーの地で2連勝をつかみ取りました。一方の山形は2連敗、逆転での J1 昇格に向けては痛い黒星となりました。